今から夜ご飯を作るんですけれども、早速発表します。本日の企画は、もし妻の手料理が味しなかったら。こちらもね、TikTok ライブで視聴者さんからリクエストいただいたドッキリなんですけれども、まあ、いつもね、結構の割合で私の方が夜ご飯作るんですけれども、まあ、ルイスは結構味濃いめが好きなんですね。なんで結構まあ塩コショウとか醤油とかで味付けしたりするんですけれども、今回していくドッキリというのは、全く味がしないドッキリです。見た目は普通に美味しそうなんですけども、食べてみたら味がしないというドッキリですね。それを開催していこうと思います。で、今回はまあ使っていい調味料としては、まあ、オリーブオイルのみみたいな感じでやっていこうと思います。で、作っていくメニューはもう野菜ちょっと切っちゃったんですけど、こう焼きうどんですね。こちらで作る焼きうどんと鶏胸肉のステーキ、あとはブロッコリー焼いたものを付け合わせとして作って、それをねルイスに出していこうかなと思います。まあ、今ジム行ってねお腹空いて帰ってくると思うんですけれども、まあ、見た目は超美味しそうあーって思って食べたら、まあ、味しないっていうね最悪な展開ですね。ルイスの反応見ていこうと思います。早速料理していきます。レッツゴー。こちら今焼きうどん用のうどん茹でています。こっちにですね、今ブロッコリーを焼きます。まあ、メインが味しないなと思って、この付け合わせのブロッコリーを食べるとブロッコリーも味がしないというね。このブロッコリーの味付けはもちろんなしで、オリーブオイルのみで炒めます。こちらいい感じに焦げ目がついてきました。味なしチキンです。オリーブオイルだけで焼いてます。今こっちでチキンに火が通るのを待ってるんですけど、その間に焼きうどんも作っていこうと思います。まあ、野菜本来の甘みがあるのでね、多少は大丈夫かなと思うんですけども、結構美味しい焼きうどんが出来上がるんじゃないかと思います。野菜がかなりしんなりしてきましたね。美味しそう。煙やば。新しいアングル見つけたと思ったのに、なんかミスってない、大丈夫。まあ、ルイスはね、もう濃い味が大好きなんですね。なんでも野菜だけでその甘みとかそういうのはないと思います。味ないって思っちゃうんじゃないかなと思うので、どういう反応するのかっていうところがね、見ものだと思います。こちらですね、味なし焼きうどん完成です。見せたルイスです。チキンね、結構いい感じにね、火通りました。美味しそう。はい、こちらで完成です。マジで味なし焼きうどん、マジで味のない鶏肉と、マジで味のないブロッコリーです。入ってきたらね、こちらを提供していこうと思います。ちなみにですね、私も全くルイスと同じ味なし料理を食べるんですけど、ちょっと一口味見してみようかなと思います。まあまあ美味しそうな焼きうどんですけど、まあニラとオリーブオイルって感じですね。もうなんとも言えん。ちょっとね、せっかくなのでこの味なしチキン、こちらも味見していこうと思います。なんかもうビーフジャーキーじゃないけど、なんて言えばいいんだ、もう犬の餌みたいな味します。最後こちらブロッコリーいただきます。ブロッコリーって感じの味です。楽しみですね、ルイスの反応が。リセットルイスです。お腹すいた、ありがとう。じゃーん、どうぞ。え、すごデートナイトや。今日何の日？おいしいディナーの日。おいしいディナーの日。ありがとう、めっちゃスペシャルや。いつも作ってるやん。いつも作ってるけど、なんかプレゼンテーションとか、なんか it looks like I'm out on a day. It looks like I'm out like 食べよう。はい、はい、せーの、いただきます。いただきます。どうしよう、チキン。絶対美味しい、めっちゃいい匂いよ。美味しい。これ皮？How did you get so crispy? It's so good! 美味しい、ありがとう。好きなやつ、ブロッコリー。ブロッコリー大好き。やっぱブロッコリー好き。これ何？焼きうどん。これもいただきます。どうぞ。美味しい？好き。わかる味付け。醤油かな？これも醤油と思う。Don't bring in salt? Salt pepper? なんで？ソースとか欲しい？何ソース欲しい？いつも欲しい。今日はいい？今日は大丈夫けど、もし塩コショウ足したかったら足していいよ。そんなことないよ。おかわりする？
お願い。めっちゃなんかフレッシュ。どういうこと？ I don't have to say fresh, but like、味薄いってこと？うん、そのことない。ヘルシー。なんで？普通じゃん。うん。ルイス何が一番おいしい？ブロッコリー。ブロッコリー大好き。最高な妻ですよね。ありがとう、いつも。ルイスいつもチキンどうやって料理するの？パプリカと塩コショウを使ってオーブンで焼く。そうなの？うん、リチェちゃんはどうやって、どうやって？フライパンで焼いた。パプリカじゃないね。そう。何使った？何だと思う？醤油と。味見します。味見してください。何の味？うん、きた。バターバターバター、塩、うん、教えて。わかんないの？わからん、わからん。頑張って作ったの。私ごめん、味落ち。まあまず塩でしょ。うん、あとは砂糖。砂糖も食べてみて、食べてみて。と皮で砂糖。皮でちょっと砂糖が、うん、うん、I can taste 砂糖。うん、yeah. Maybe just like very very thin layer of sugar、うん、あと酒、うん、あ、酒も、うん、本当？わかった。ちょっともう一回、もう一回ね、はい、柔らかいだから、うん、なんかジューシーから、うん、酒かな。あ、 I really needed this after such a busy day. Thank you. ちょっと塩コショウかけてみる？いる？うん、ちょうどいい、ありがとう。本当？うん、本当。お願い。おかわり？いい？いいの？リサちゃんも？まあリサちょっとネタバラシの後で食べようかなと思って。うん？妻の手料理味しないドッキリ。ドッキリ？うん、薄かった。うん、ラップテ、ラップテ。あ！でも美味しかった、美味しかった。本当に美味しかった。美味しかった。If I guess if I had salt, it would like enhance the flavor.But you cooked it in a way that made it taste so yummy. What could you taste in this dish? Because I didn't put anything. It's just olive oil. Nani? Hentai? Heart. Lisa-chan の heart の味。Lisa-chan の heart の味がした。うん、感動しました。カメラどこ？カメラそこ。やっほー。え、Lisa-chan も同じ？同じ。食べるたびに笑えた。Did you think of telling me that it's not good?I didn't think it was not good. Yeah. Nothing you've ever made me has been not good. Nothing you've ever made me has not been good because you always put your heart into it. Oh! It looked really good. And it tasted really good. ありがとう。ちょっと失敗ですね。次はオリーブオイルなしで、しかも火も通さずにいきます。気づいた？ちょっと気づいた？うん、気づいた。Honestly, like you said to me, like, do you want to add salt? I really didn't think I needed it. But I think it's just because, like,You know? It's just because I can taste your love. That is it. じゃあ今から醤油バターとかいろいろ味つけるけど、つけない方がいい？食べてみたいけど、うん、いい？いいよ。ありがとう、ありがとう。こちらこそ食べてくれてありがとう。全然美味しく食べてくれちゃうというね、ちょっと失敗しちゃったんですけど、でもこの動画もいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。どう？It was good before, but there was no contest. Liz? Hello. 今日のリース English は? Today's English is enhance. 意味は高める。 You can use, like, many people say, salt enhances the flavor of food. なるほど。みんな使いましょう。使いましょう。Enhance. Enhance.